ここにはミストって町があったんだけど、昔災害があって大きな被害を受けたの。その時に復興を助けてくれたのがシンラって会社なのよ。10年で町も随分変わったわ。ミストの面影はほとんどなくなっちゃったかな。ところで、召喚士とミラージュ使いって何が違うの？それ、私の方が聞きたいかも。私たち召喚士は普通1、2体くらいのミラージュとしかつながりを持てないわ。でもミラージュ使いって呼ばれる人たちは数えきれないほど多くのミラージュを自由に使いこなすよね。一体どうやって彼らとつながってるの？あ、そう、自分じゃちょっとわからないかも。タマ、なんか知ってる？え？なんでしょう。つながりとか言われてもよくわからないのです。え、その子守護獣じゃないの？守護獣？うん、私の守護獣はこの子。召喚士が最初につながる子はずっと一緒にいて召喚士を守ってくれるの。だからそう呼ばれるんだけど。タマはランとレーンの守護なんて別にしないのです。えへん。はいはい。ミラージュを呼ぶ人とミラージュを使う人はちょっと違うってことかな。話を聞く限りはだいぶ違うのかもしれないね。もしそこのお方や、頼みたいことがあるんじゃが、孫の誕生日にプレゼントをしたいんじゃが、竜の鱗を探してきてくれんか。できればいくつかあるとありがたいんじゃが、お願いできんかの。おお、引き受けてくれますか。ありがたや。ありがたい。これで孫の喜ぶ顔が見られます。お礼と言ってはなんじゃが、これを受け取ってくれんかね。あなたは赤と青、どちらの予言を信じていますか？我らの進むべき道とは。そうです、赤の予言こそが聖典、我らの進むべき道なのです。あなたにも見つかりのご加護があらんことを。あなたは赤と青、どちらの予言を信じていますか？我らの進むべき道とは。青の予言を信じるなど、この異端者め。今こそ連邦の管理下に入るべき時だ。クリエイターになり幸福をつかむのだ。ここも連邦のミラージュに襲われている。ミラージュから町を守るのが俺たちの仕事だ。しかし連邦ってのは怪しいな。加盟しない町はミラージュで襲って無理やり従わせようとするんだ。ま、俺たちがいる限りこの町を自由にはさせないけどな。もしかしてドレスを買いに来たの？でも残念、シルクのドレスはもう売ってないって。
あなたもご一緒にどうですか。あなたもご一緒にどうですか。お、兄ちゃんもしかして大人かい。へえ、しかも兄弟、珍しいね。ここはニブルヘイムよ。シンラのおかげで大きくなった町なの。シンラはね、火山を利用してエネルギーを作っているのよ。連邦なんかに頼らなくったって俺らはやってくるってんだよ。あのでっかいミラージュいるじゃん。あれって普通じゃないよな。メガサイズのミラージュ、メガミラージュなのです。あんなに大きくてものせのせできるの。メガサイズはとても大きいので、のせたらラーンとレーンは潰れちゃうのです。そうよね。でも乗ることはできるのよね。はい、なのです。ただメガミラージュは戦闘中に2人で呼び出す必要があるのです。まあ実際やってみて分かったかもですが、メガミラージュをどんどんセットして戦闘中に試してみるのですよ。オーケー。ま、俺って本番に強いタイプだし。練習嫌いで準備をしないだけでしょ。どこに行ってもいつでも元気印のチョコラッテのショップへようこそ。
こんにちは。どうする？どの魂に触れる？どのセイバーを解放する？どうする？また来る？悩んでるの？どうする？どの魂に触れる？どうする？じゃあね。暑いなのです。神道滅却うわ、無理かも。
闘開始。本気出しちゃおっと。始めるぜ。戦闘開始。
よし、行くよ。かかってきな。もらった。いけ。やるしかないね。かかってきな。どうってことないって。よかった。かかってきな。始めましょう。やばいな。そうなのです。リディア、向こうの方に行ったよね。
じゃあ始めるぜ。戦闘開始。かかってきな。始めましょう。
ち？どういうこと？嘘、不意打ち？行くぞ！